中古で、買った時からこっからここはちょっと渋いというか抵抗があるというか、ね、熱っ張る感じがしてて、時々こっからこっちはもうぐにゃって跳ね返されるような感じだったんですよ。ただ走って、ヒーター暖房入れて5分ぐらい経つと、大体は治る。でこの間で調べました。そうするとここのつながってるワイヤーが、曲がってたり何かに引っかかってたりとか、そういう修理っていうのも結構出てきたんですけど、最終的にいろいろ調べると、車の中で、ね、コーヒーだとか、飲み物、砂糖が入った飲み物をこぼすと、吹き出し口のここからですね、中に入ったりすると中で乾燥した後にこうベタベタになってくっついて、ね、水飴というかそういう状態になってくっついて剥がれなくなるということがあるみたいなんですね。で、固着してしまったら外して洗浄するしかないと、大変な修理。やること自体は、洗うだけなんですけど、そこまで外すだけ、外すのが大変というのを聞きまして、こうなってはいけないなと思いまして、常にここを回すようにはしてたんですけど、自宅とは帰ってきた時にここにして、帰宅するっていうのを癖にしたのと、送風口からちょっとシリコンスプレーをって気持ちですけど入れて、まあ、今のところ熱っ張ってないですけどっていう話です。